いしょいよよっ <laughs> うわーすごいくしゃべれた。 では。また今日から毎日配信頑張ろうと思って、うん。今からお仕事ですか。めちゃくちゃドすっぴんですいません。何もしてないけど平気。癖 何もしてない眉毛もないしほら <laughs> めちゃくちゃドスッピン「<laughs> 今学校から帰ってきたよ」だって「おかえりー」。 部屋のお掃除と洗濯物してほんでご飯食べて今ショールームして終わったら用事があるので外に出ますけどそれまでは配信しようって思って。 ゴルランのビッグ T シャツ着て学校行ってきた T シャツ可愛いって褒められたえー嬉しいよかったですビッグ T めっちゃ可愛いよねあの友達からもビッグ T めっちゃ欲しいってすごいいろんな子から LINE もらってよかった好評で めっっちゃタイプですだってありがとうございます <laughs> 今日はまあ昨日も配信したのでまた毎日配信頑張ってみようかなーって思って15分ぐらいですけどできたらいいなと本当に T シャツの着,着心地着心地がいいだってありがとうございますこれはとしおさん ゴルランティーだよめちゃくちゃゴルラン好きって感じするでしょこれはクラとシロがあるんですありがとう無理せずすずらのペースでねだって優しい今毎日飲んでいます青汁を飲んでます青汁 押ずずしに戻るだってやっと嬉しい用事先でメイクどっちにしろしなきゃいけないんだけど落とさなきゃもいけないから今メイクしてももったいないんだよね 仕事でしか外出てないからまだゴルラン着,着る機会がないだってえー、そっかそっかコンビニとかはコンビニに行ったりスーパー行ったりちょっとしたお出かけでも好きなもの着るとテンション上がるよ髪色これはえっとね私すごい赤みとか黄色みがすぐ出ちゃう人なのでパープルを入れて赤みを消して。 アッシュ気味の暗めな色にしましまた結構お気に入りですあのメイクさんがいるのでメイクさんがついてるのでメイクさんにやってもらった方が綺麗だから今メイクしたところであっちってメイクさんにまた迷惑かかっちゃうかなっていう。そうそうそう さっきお買い物行くだけだったのに赤の T シャツ着てニヤニヤ可愛 <laughs> かわいい画面越しだと青く見えるほんと青くはないんだよね青くはないんですよこの多分光かもしんない佐殿初見さんだコジコジさんかわいいだってありがとうドスッピンなんだけどすいません 明日明日ねゴルランで新しいアイテムが発売されるんですよ結構な量がなので明日は発売記念ということでゴルランのあのインスタグラムで配信しようと思っているのではいフォローよろしくお願いします朝多分ね18時ぐらいになるかな夕方だと思うけどそう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 ,そう 新商品が出ると同時にいろんなものが完売する可能性があるので今チェックしてるものがなくなっちゃう可能性があるのでできればあの本当になくなって後悔するアイテムだったら今日中にご購入された方がいいかもしれないです一緒になくなるパターンがめちゃくちゃ多いからさ新アイテムとそうで今ねあのポケット T シャツ あここにないかポケット T シャツネイビーのポケット T シャツにあのヒヤッと水につけて絞るとヒヤッとするタオルとそのセット限定でゴルラのワッペンがついてるトートバッグをプレゼントしてるんだけどそのセットがあの今一番今こうやってセット売りだと発売されててセット売りをね今後こうやっていっぱい展開していこうかなと思ってるんだけどもし好評でしたら。 そうトートバッグめちゃくちゃかわいいのピンクのワッペンついててそう送料無料は1万円からなんだけどあのー、多分だけど明日新発売するアイテムと同時に結構 T シャツ類とかもなくなる可能性があるので今欲しいものは今日中にできれば買っといた方がいいと思います最近本当に購入していただける人もすごく増えたので 握手会と一緒よ。握手券も大丈夫かなと思って買わずにいたら売れ切れちゃったみたいな感じにゴルランもなりつつあるので、はい。ゴルランはランランプロデュース。あ、そうです私がプロデュースさせてもらっているゴルフブランドなんですけど、明日はゴルフアイテムもゴルフアイテムじゃない日常アイテムもどちらも発売させていただくので、そうなんです。めちゃくちゃ楽しみ。 そうなんですよまとめて買おうとするとなくなる時がめちゃくちゃあるってよくお言葉いただくのであのできればあの今日中に欲しいものは一応買うかまあ買っておいて明明日は明日はで新商品見たらいいいと思いますよ私はなくなってから後悔するのがすごく嫌なので欲しいと思った時に買う派なのでそうなんですよ。 セット商品父の日のプレゼントに娘からもらいましただってええー、嬉しいパパ丸使ってくださいね嬉しいな季節外れのニット帽とビッグ T シャツを一緒に買ったあでもねニット帽って夏でもかぶる人いるんだよそうあのー ゴルランでニット帽2つ種類ぐらいあの2つ種類っていうかカラーはいっぱいあるんだけど、あのー、生地の生地が違うのが2つあってアクリルなのか本当に毛糸なのかで2つあるんだけどアクリルは夏でもかぶってる人いるからまあ蒸れたりはもちろんするんだけどおしゃれの一環でかぶる人いるから全然季節外れではないんだよ。そう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 。 赤抜けたねだって嘘単純にすっぴんなだけだと思うけどこ <laughs> <laughs> まめに買うと送る,る方は大変じゃないのまたってならないかなうーんそうだなでも確かにあの何回も何回も送るのは大変かもしれないけどでもなくなる可能性のことを考えたらそんなそんなに気にならないかな うん、在庫数はチェックしてるのもちろんしてますよしっかり在庫チェックしてます在庫数チェックはしてるんだけどでもまあ売れてないっていうか売れてないものっていういうとあれですけどでも 比較的皆さんのおかげですごくお手元にお届けできてると思いますよ。あそうそうセット売りはね今後もね考えててそうなのプラス1で何かついてくるとかそういっぱい考えてるからポケット T シャツのセット売りは今しかないと思うのでネイビーのねそう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 。うん 1>, 1万100円が,が3回か3万円が1回がどっちがいいいやどっちでもいいですよあの本当にあんまり気にしてないですそこはあの好きなタイミングでなくなる前にが一番だと思うので送る作業は、えっと、私はしてないんですけど例えば商品袋に入れたりとかあの細かい作業はやったりとかしてます あのゴルフでチップマーカー出してるのねゴルフチッ,プチップマーカーってカジノチップ出してるんだけどあれは半分ぐらい全部全部じゃないけど半分ぐらいちゃんと自分でシールつけて袋に入れてってちゃんとこまめにやらせていただきましたよ気持ち込めてそうなんですよゴルフやってない人でもチップマーカー買って自分でキーホルダーにしてる人とかいるんですよすごい器用だなってなんか愛を感じますね 大きいサイズの服もあるのあ、もちろんです今一番大きくて XXXL まで出てるあのアイテムもあったりとか女性だけじゃなくてユニセックスのアイテムなんですよ女性、男性どっちも分かれてるのはゴルフウェアが一番多いですねゴルフウェアのポロシャツだったりとかベスト、ニットベストとかは男女分かれたりするんだけどこういう T シャツはユニセックスで発売してるので これも私一番ちっちゃい S サイズ着てるので多分これ XXL まであるかなそう結構大きいサイズまであるのでおすすめです一緒にお揃いしようゴルランこのゴルランっていう T シャツを着て私は毎日あの毎日じゃないかあのこれを着て私は自分で歩く宣伝だと思ってるんでそうそう宣伝部長なんでみんな宣伝部長についてきて <laughs> スズランカラーのマーカー買いましただってあ緑と白かなありがとう使ってねちゃんと「すずらん殿こんにちは」だって初見さんだありがとうこんにちは <laughs> ゴルラン宣伝部長なんで。 宣伝部入ってくれる人ゴルラン宣伝部入ってくれる人フ <laughs> お,お今「はーい」って言った方皆さん皆さんはですね ゴルランを着たら、ハッシュタグゴルランで呟いたり、拡散をすること、そして、そうですね、山内すずらんを好きでいることが、そしてゴルランを応援するということが、宣伝部の役割になります。はい、しっかり、物だけでもいいし、着てもいいし、おしゃれに写真撮ってもいいし、しながら、 SNS に「ハッシュタグゴルラン」を間違いなくつけて、えー、拡散してください皆さん皆さんの新しいお仕事です <laughs> よろしくお願いします宣伝部長でしたそうあのねゴルランで「ハッシュタグつけてくれてる人は」 私の本アカ山内すずらんアカウントでも「いいね」しに行くし多分ゴルラン」公式アカウントでも「いいね」されてると思いますよ大事な場面で遅刻しました部長すいませんだってしょうがないな一回の遅刻は許そうその分ゴルランの拡散よろしくね <laughs> 今年26歳ですね今年26もう26歳ですよあっという間です 毎日バケットハットトハっっててて犬の散歩してるようだってえー、優しいバケハめっちゃいいんだよね紫外線防止にもなるしそうてからねバケットハットってつばが長いから首元まであの紫外線が当たらなくて本当にいいんだよねあ十15分経過してただってイェイイェイイ 初見さんロックマンさんリックマンさんかなヒヒって書いてあるどういう意味だろう <laughs> よいしょ暑いちょっとだけ冷房を続けようとそうねこの T シャツもユニセックスでブラックとホワイトがあるんだけどチュリタンあの高柳あかねちゃんはこのブラックをすごい着てくれててそうなんですよ 開けるバケットハットかぶっただけで犬が散歩モードになるあそのぐらいじゃあワンちゃんの中でもバケットハットをこうてんちゃんさんがかぶったらあ散歩の時間だーってなるんだね <laughs> かわいいウッドで何ヤード行けるウッドどのウッドだろうドライバーかなドライバーだと まあ、ミートしたら230、40はいくんじゃないかな。ミートすればね。で、ゴルランがボール出してるんだけど、ゴルランのボールはですね、ちょっと待ってね、ゴルラン、ゴルランのボールは、ゴルランもボール出してるんですけど、これ、ゴルランボール出してるのね、ゴルランカラーで。日本にゴルランからしか出しない色なの、このボール。 そうこれはえっとねディスタンス系のボールなんだけどマットコーティングって言って最近すごい流行ってるコーティングさコーティングとされててディスタンス系なんだけど表面が薄くてこうキュッて入ることによってスピンも効くし何よりミートするとそうこれめちゃくちゃミートすると飛ぶのよランが出るの。ランっていうのはベッドに落ちてからコロコロコロって転がる この距離がランっていうんだけどランがめっちゃ出るからゴルランのボールはなかなか飛びますよこれ結構男性顔向けな感じ私が打つとまあでもボールはなくすもんですから傷もつきますしだけどやっぱりその分大切なボールを使うことによってあいいスコアで上がろうとかなくさないであのなくさないように大事に打とうとかそういう気持ちになれるから。 マジでゴルラのボールは本当におすすめです。私がね、17年間ゴルフやってきて、これが欲しいと思って作ったものだから、本当に保証する。本当に保証する。うん、そう、このね、グリーンの色がね、結構見えやすいんですよ。光って見えるの、グリーン上で。そう。あとね、これ持ってるとね、話しかけられる。かわいいですねって。めっちゃ嬉しい。 イケポチャしたら泳いで探すいや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 ,やめて風邪ひいちゃうなぜかお父さんがゴルラの存在を知ってたたぶんナータンのツイッターとか見てるんだよお父さんたぶんみなるんが自分が男だったららんらんと結婚するってブログに書いてたよえなんでだろう なんでだろう私結構メンバーからね彼氏にするならあじゃあ彼女にするなら鈴蘭さんがいいですとか結婚するなら鈴蘭さんがいいですとか結構よく言われるんだけど多分面倒見がいいんだと思う単純に分かんないなんでだろうね聞いてみようてか聞いてみてよ多分ねあと人の話聞くの好きなの結構そう 今日の話聞くのが好きでいいアドバイスができるかって言われたら分かんないんだけどまあ元気にすることはできる相手を <laughs> そうだからうんそこかもしんないね分かんないけどあそうよく言われる一緒にいたら落ち着くってよく言われる <laughs> そう昨日真紀子とね電話してたんだけど すずらんと電話したら「元気出たわ」って言われて <laughs> あ「あよかったです」って言っていいし何でもできるしみたいな何でもはできないですよ私は甘えん坊さんなんで人の背中に抱きついて生きてますよ 一緒にいて落ち着くのと無言でも大丈夫なのが一番いい確かに私無言でも大丈夫な人だわけど結構おしゃべりだから一人でずっとしゃべってる <laughs> そう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 一 <laughs> 人でずっとしゃべるパターン私が、えっと「どこのクラブを使ってますか?」って書いてあるんだけど私はヤマハっていうクラブを使ってますヤマハさんでもうヤマハさんは4年5年ぐらい使ってますね うん、私もランラン彼女にしたいかっこ女ですが <laughs> ありがとうなんか同性に好かれるのっていいよね嬉しい好きなクラブは何ですかうんドライバーとアプローチかな私アプローチ大好きなんですよカップにいかに寄せるかっていうねそう 握手会は喋ってくれるから助かってますそうだ、ね、なんかこうこう喋ることをこう用意しててもいざ目の前にすると忘れちゃうって方が結構多いじゃないですか。なのでそんな時でも「わ忘れちゃった!」ってまま帰っていただくのはすごく寂しいのでいつでもその人と何か喋れることないかなーって瞬時に考えるようにはしてます。うん <laughs> 握手会の時とか、なんて握手会の時とか、1で話してたら100ぐらいで帰ってくる <laughs>。確かに私結構、やる時は全力なんだよな <laughs>。 ドライバーがめちゃくちゃスランプなのでアプローチでなんとかスコア保ってますえでもさそれいいんじゃない逆にさドライバー調子よくなった時にさその今が生きてくるからいいんじゃないプラスに考えようダフるかトップするかばっかりなんだけどどうすれば上手になりますかもうそれね素振りの時点からちゃんと芝をすってあげることが大事だと思う 単純に素振りをするだけじゃなくてボールとの距離感を掴むのも素振りだからちゃんと素振りの時点からクラブを縛りっさっていうぐらいのあの素振りをした方がいいと思う握手会で会話が途切れた記憶はほぼないね本当まあ、途切れさせないようにしてるかなだってシーンってする時間寂しいじゃない <laughs> 握手会で話すことをランランが瞬時に振り絞り出そうとしてくれるところを見るとグッとくるだってじゃあ続けていきます <laughs> 嬉しいな真剣に目を見て話聞いてくれるかから相談とかしやすいかっこ要するに好き <laughs> 私相談乗るの大好きなんですよ なんか自分のことになると分かんないんだけど第三者のお話とか仲いい人好きな人のお話とかにはこう親身に自分以上に考えれるなんか自分のことになると考えられないんだけどそうそうだね今はさ話せなくても会えたらそれで十分なぐらいだよねねえ たまに変なこと言っっててくるけどねわら <laughs> 怒ってんのフこ <laughs> 好きな人を目の前にすると喋れなくなるんだよねだってでもちょっとわかるななんかさ素の自分でいられなくなっちゃうんでしょなんかこう ちょっと緊張が変な方向に進んでるっていうかなんて言ったらいいんだろう自分を作ってしまうというかうん、なんなか例えばさかっこよくいたいな可愛くいたいなって気持ちが働くんだよねきっとね握手会でこちらから話せなくてもランランから話しかけてくれるもちろんですもちろんもちろん何も用意してませんって 言われなくても多分私から話してると思う <laughs> あ時間が限られてるから焦るんだよね確かにねでも限られてるから大事にしなきゃね逆にね関東も明日から梅雨入りみたいですねほんと今日お天気いいのにな明日雨か寂しいな 明日ちょっとお買い物したかったのにな正直そんなに期待せずに初めましてしたんですが間近で見て笑顔に一瞬でやられましたあそうなったんだでもお試しでも来てくれて今こうやってショールームでコメントしてくれてめちゃくちゃ嬉しいですよ 行ってみたいけど緊張で話せなそうだから握手会に行ったことがない確かにねこういうお言葉結構いただきます緊張するからちょっと握手会にはまだ行ったことないみたいなでもやっぱ会いたいって気持ちには勝てないその緊張はじゃあ会いたいと思った時に会えなくなったらそれこそ後悔だしあ自分変わらなきゃって思うかもしれないしその緊張してる分私たちが頑張るから そうだってみんなは会いに来てくれるわけじゃないそれまでおしゃれしてなんかまあ時間もかけて来てくれてもちろんお金だってかかることだし私たちはそのかけてくれた時間を少しの時間でもこうお返しできるように私たちが尽くすのよでそれにまた応えてくれるファンの人たちがいてだからこれもギブアンドテイクだから私は来てくれたら本当に大好きだし。 うん、もし緊張してても「緊張してます」って一言言ってくれたらもう何でも私が包み込むので本当になので勇気振り絞って再会されたら一回でもいいので来てくださいねそうそうそう。 スズランは前前向向ききな言葉が多くてていいねねだってそううでですす、ね、もう常に前向きですあの何て言ったらいいんですか失敗は失敗で反省しなきゃいけないけど落ち込むのはその時だけもう次の日からはもう切,り切り替えてやんないと時間がもったいないんで失敗したことはまた繰り返さないようにそれでちょっとずつね成長できたらいいなと思ってます。 俺も最初は1日12枚1 2枚だけだったのに今では何倍か <laughs> そうだね結構会いに来てくれてるもんね嬉しいよボールは緑だけなのピンクとかないの今は白と緑ですね緑っていうか、うん、すごい明るめの緑ネオン系なそう箱に4個か入っててそうそう箱もめちゃくちゃこだわってるから私は箱を普通に家で使ってますよ 握手会で指切り厳慢されたのはランランだけ。本当？私結構ね指切りし好きなんですよ。なんかお互いに何かが生まれた感じして。そう。ねえねえね。二時十五分になったら教えて。 いや、4つでおいくら万円万円もしないですよあもう30分なんだあららすごい立ってたわ30分がじゃあ14時40分になったら教えてもう用意しなきゃいけないから2時40分になったら教えて、うん、ありがとう そんなことしたグーでパンチされたのが最高の思い出そんなことしためちゃくちゃ思いっきりじゃないでしょこんぐらいでしょ <laughs> 分かったあよかった軽くだよだってよかった私そんなに凶暴だったかなと思って <laughs> こうやってコメント拾ってくれると会話してるみたいで楽しいねねそんな感じする私は日本語うまく喋れないけど握手の時にスズランが優しく聞いてくれたことが感謝ですだってシンガポールの人かなムニさんムニさんシンガポールシンガポール懐かしいよく行ってましたライブでイベントでもまた行きたいな スズランはたまにほっぺを触ってくるから心臓が持ちませんほんとほっぺ触ってたマジ無意識かもななみの多分ほっぺがムニムニしてるからじゃん <laughs> えかわいい好きかもしれない過去唐突ほんとだよ好きかもなん エリオール丸さんも僕もシンガポールの人だって本当ペーパーチキンのお店よく行ったよシンガポールで本当においしいあれ僕はよく帽子を直されますだって多分帽子がずれてるんだろうねそっきになっちゃうから直しちゃうのかもカタナさんランちゃんだだってヤッホー 今起きたおおなかなか寝てたねうんシンガポールによく行ってたのは AKB の時かなチーム4の時も行ってたしそう研究生の時も行ってたかなうん 自粛期間に DVD 見てたらマキコかなマキコのダンスに震えてオタ,オタ復帰したけどランランも好きになりそうマキコと私はね結構ダンスの時に反対の新芽って言われるポジションに置かれることあるのマキコの反対側背丈も一緒だし2人してダンス踊れるから新芽にさせられたりとかあとね あのマキコの次に私が出てきたりとかなんか一緒に刺させられること多いからマキコも喜ぶと思うよあとねマキコとスズランをしってたまにいるよマキランの新名はマジ新名あっしはマジ最強だって嬉しい当時定期的にイベントやって,やってましたよねそうなんですよシンガポールも行ったし台湾 あとオーストラリアも行ってたかなちょっとでいいから元気分けてほしいだっていいよいやー元気出た <laughs> なんで私ってこんな毎日元気なんだろうなんだろうね毎日何かしら楽しみたいと思って生きてるから落ち込む時はめちゃくちゃ落ち込むの私。 落ち込むけど落ち込むのはもうどん底まで落ち込むからでも切り替えめっちゃいいの「はぁ」ってなのにすぐふってなるからある意味この性格に感謝やなすぐ立ち直っちゃうから <laughs> 急すぎて思わず笑っちゃっただってよかったよかった <laughs> イヤホンだったら大変だったね <laughs> うん、次の日にはめちゃくちゃ切り替えてるかも。でも本当に相当落ち込んだ時は2、3日もちろん引きずるけど、けどやっぱ落ち込んでる時間ってめちゃくちゃもったいなくて、やっぱ負の、負の感情って運気も下がると思うの。周りに引き寄せるものも下がっていくと思うし。だから、なんて言ったらいいの自分からいいものは引き寄せないといけないと思うから、そう常に明るく言おうよっていう気持ちではいる。 無理に明るくしてるんじゃなくって明るくなるためにはやっぱ今目の前の楽しいことを見つける例えばさネットフリックス見ながらご飯食べるが一つの楽しみでもいいし半身浴しながらネットフリックス見るとか何でもいいんだよネットフリックスばっかなっちゃったけどそう楽しみをちっちゃな楽しみを見つけるが私の元気の源かなそう夜はね 気分落ちちちゃっったたりりととかか悲ししくなったりとかしがちだけどそういう時は自分の好きな音楽を聴いたりなんかちょっと寂しいなどん底まで寂しくなりたいなと思う時あるのそういう時は自分がこうグッとくる寂しい音楽を逆に聞いてうえってなってもういいしなんだろう自分で方法を見つけることかなあマサさん初見さんですね。 なんか久しぶりにすすら見た本当最近よくねショールームやってるんですよ実は今日はすごいドスッピンなんですけどそうなんですよそうね引き寄せの法則って感じかなやっぱりねそうそう うん、誰かに電話するああそうだね話を聞いてもらうも大事かもねうんうんすっぴん赤ちゃんみたいで可愛いいねほんと赤ちゃんって26だよ今年 <laughs> まだ25だけど ランを見ながら元気をもらうはいお届けしますよ <laughs> 気持ちが沈んだ時はスズランの面白い動画を見て勝手に元気もらってるえでもちょっとわかる自分の動画見ると笑っちゃう時ある <laughs> 私こんなこと言ってんのみたいな本当に無意識みたいなとこあるからな。 福祉会始まったら会いに行きますわだってやったーお待ちしておりますその時はゴルランでよろしくこれは持ってる人いるあスすずらん宣伝部長あ私はゴルラン宣伝部長のあゴルラン宣伝部の部長でございますゴルラン宣伝部に加入した方皆さんゴルラン宣伝よろしくお願いしますしっかりいいねしに行きますんで もうちょっとで40分だやばい3時に出なきゃいけないんだ私がよく使う SNS は Twitter と Instagram ですかねやっぱりあと LINE ブログもちょっとまた始めようかなと思ってます LINE ブログまたやりだすんでみんなよろしく。 ハッシュタグはハッシュタグ GORURUN でお願いします。あとひらがなでゴルランでもいいです。カタカナでゴルランは一個も入れてないんですよ。ゴルランっていう英語で書くかえっとひらがなのゴルランでもいいです。でもできればハッシュタグ GORURUN がいいですね。はい。それでは宣伝部長から皆さんに ゴゴルルララン宣伝部に入っている皆さんゴルランを拡散よろししくお願いしますみんなで大きくしてっていつかゴルランでイベントがで,たできた時みんなに会えることを楽しみにしております明日インスタライブするからゴルランのあのインスタで多分告知もあると思うからよろしくお願いしますねうん <laughs> じゃあ私は用意して出かけます お仕事に行ってまいります <laughs> 明日は、えっと、ゴルランから新アイテムが発売されるのとあとこんなコーデができるよみたいなあのそういう,なんかそう,いうお,話お話をしたりとかあとゴルランを作った理由とか今後何をしていきたいかとかファンの皆さんとワクワクしたような話ができたらいいなと思うので是非よろしくお願いします。 それではまた明日ねゴルランのインスタフォローしてねキャンメンみんな今日も楽しむ丸よ何があっても楽しむが一番よバイバイ。イ俺どうやって消すんだっけあこれいつも